判決によりますと県柴田地域振興局の前農村整備部長鶴巻博文被告は去年6月建設会社の顧問だった本田勤被告に県発注の柴田市内の工事の落札予定価格を事前に電話で教えて落札させまた、8月には本田被告と菅井真二被告佐久間勲被告らと共謀し 胎内市の建設会社に工事を落札させた罪に問われています。裁判では被告人全員が起訴内容を認めていました。判決後半で新潟地裁の石黒瑠璃裁判官は弦巻被告について慣例となっていると頼まれ、安易に踏襲して違法行為に及んだことは非難を免れないと指摘。一方で。 県職員を懲戒免職となり、今後入札に関わることがないため、組むべき事情も考慮するとして、懲役2年、執行猶予3年を言い渡しました。本田被告については、談合の極めて重要な役割を果たし、刑事責任は重いと指摘。一方で、被告が会社を辞め、今後は競争入札に関わらないと述べていることから、 懲役1年6ヶ月執行猶予3年を言い渡しました菅被告と佐久間被告に対しては刑事責任を軽く見ることができないとして懲役1年執行猶予3年を言い渡しました被告4人のうち鶴巻被告と佐久間被告は控訴しない方針です